こんにちは、太郎です。今回は東京恵比寿に来ているんですが、今日は座学的なお話がメインで、撮影自体は実習になります。テーマはカメラの設定で F 値絞りについてです。実際の撮影するスナップによってどう決めるべきかっていう作例を交えたお話と F 値シャッタースピードの関係など、基本的なお話を前編でして、で次週は後編という形で、この動画でもいろいろアップしているストリートスナップでよく使われるパンフォーカスというものの応用という形で、2話構成でお話ししていこうと思います。次週も含め最後までご視聴いただければ幸いです。まず具体的な被写体撮影状況について簡単な表にしてみました。これらのシーンで自分が基本設定する F 値はこんな感じです。写真を撮るときは、自習のパンフォーカスを使うときみたいな感覚的にいいと思ってシャッターを切る場面や、逆に今回お話しするみたいに表現したい意図などあって撮る場合で正解はないので、あくまで考え方や目安として、撮影表現の引き出し一助となれば嬉しいです。まず風景などについては景色全体にピントを合わせるため絞り込んで撮影することが多いです。自分は最低でも F8 以上で、自然の景色であれば F11 以上に設定するんですが、これ以上にするかどうかはファインダーを除いて、その時の感覚でいいと思った数値に決めたりしています。ただ最近のレンズは F22 などでも設定はできるんですが、風景で F22 なんかはあまり使わないです。というのは撮影時はわからないんですが、後で引き伸ばして確認すると画質が荒れてたりすることがあるので使わないんですけど、逆にどこで使うかっていうことになると、F22 とかになってくるとテーブルフォトで、テーブル上のこう全ての被写体に確実にピントを合わせるとこの場面では使ったりします。置いてる被写体の位置、料理とかなんですけどにもよるんですけど、確実にピントを全てに合わせるっていう場面という時では、それでもなかなか実は F22 でも難しかったりすることもあります。で、風景全体をビシッとこう合わせる場合は、風景のこの手前から3分の1くらいの位置にピントをマニュアルフォーカスで合わせるのがおすすめです。例外として自然の景色なんですけど、この作例に関しては F8 に設定してます。ピントはこの辺りに合わせてるんですけど、理由としてはこの光がこう降り注いでる部分を特に強調したかったのと、奥行きの先のこの大部分っていうのが雲で柔らかい感じを出して、でこう光の当たる位置の繊細な感じと雲のどんよりとした雰囲気を対比させたかった。なのでこの奥の雲の部分に関してはピントを合わせる必要ないかなと判断したため、こんな感じにしてます。次にストリートで特定の被写体を強調して表現したい場合です。この場合は基本開放で撮影することが多いです。ただストリートでは本当場所や時間によってもなんですけど、基本こう映り込む被写体も多くなってしまうので、こう切り取る、取捨選択するっていうところの判断っていうのは結構大事かなと思ってます。この写真では和服女性にピントを合わせて右側の雨の景色がボケてます。結構普通の撮り方かなと思うんですが、F 値開放で本当信号の丸ボケだったリフレクションがこう雨の雰囲気をより強調してくれているかなと思います。この写真っていうのは昔撮った写真で、個人的にすごい好きな写真なんですが、画角的にも本当これより望遠広角にするのではなくて、この切り取り方が正解で、逆にこれ以上の情報範囲を写してたら好きな一枚ではなかったかなと思ってるものでもあります。これ余談です。あとはこんな感じで雨が降る道を撮影する場合も背景は丸ボケになってたりとか、自分はこう映像作品も撮影したり作ったりするんですけど、映像の場合っていうのは特別な意図がない限りは F 値開放は使わないんですね。で、写真でしか撮れない表現かなと思っているので、この辺でもこう写真では開放っていうのは結構独特な、特にレンズの特徴も出る数値なので、こういったところも含めて積極的に使っていったらいいのかなと思っています。で、あとこの写真は開放で同じように撮影してるんですが、手前と奥でピントの位置だけを変えてます。それによってこう前ボケ後ろボケの表現になっていて、何か主張したい被写体を強調する場合は、できる限り小さいか、開放の F 値っていうのが個人的にはおすすめかなというところです。次にこの作例は少しトリッキーなことをしてるんですが、
あの柵越しに景色を撮影するのにあのストロボを使って柵がぼけて、まあ、すごくふわっと白くなってます。 F 値を下げるだけでもこの柵はかなりぼけるので近い表現になりますし、まあ、あとはちなみにこの冬の落ちてくる雪の描写を表現するためにもこの F 値解放だったりとかもしくはストロボを使うっていうのは有効です。逆に絞り込んでしまうとちょっとその落ちてくる雪っていうのがはっきり映らなかったりするので、まあ、背景がかなり黒かったら多少は見えるんですけど、はい、で次に実はこの動画ではほぼというか全く上げてないですね。あのポートレートについてちょっと今回お話ししてみようかなと思ってます。ポートレートは撮影環境とか人によってどう表現するかで、まあ、本当ストリートと同じですぐらい、まあ、決まり事っていうのは、まあ、基本はあるんですけど、まあ、ないかなと思っていて、まあ、自分が撮影する場合についてお話ししていこうかと思います。次で彼は、まあ、以前実はストリートイラストとストリートスナップっていう動画あの Vlog を撮っているんですけど、まあ、この YouTube に上げていて、まあ、協力してくれた付き合いの長い、まあ、親友で、で男性の場合は F5.6 とか開放より、まあ、1から2段絞ってピントをはっきりするように撮ることが多いです。個人的に光も硬い感じで肌の質感も分かるような感じとか、また美肌みたいな表現っていうのは基本あんまり知ってなくて、っていうのはあの女性だったらこうフォトショップでいじったりもするんですけど、男性の場合はこう極端にハイコントラストの白黒とかそういった表現が好きで、まあ、ちなみにこの写真でもまあストロボを本人にかなり直で当てて、なんかこうファッションフォトっぽい感じになったかなと思います。でこれはまあ例外で開放 F 値で撮影してます。理由としては背景の夜のこの街のよどんな感じを一番に表現したかったっていうところなので、多少モデルにピントが甘くなっても、まあ、全体で見たら馴染むかなと思ったのでこんな感じにしています。こういうストリートとポートレートがそれぞれが主役みたいなあの表現っていうのが個人的には好きで、まあいろいろと模索しながら撮ったりもしています。次は、まあ、アリーさんという大阪で活動されているモデルさんです。まあ、見た目通りまあ美しい方なんですが、まあ、何よりまあ夢を目指すというちょっとお話をさせていただいた中でなんですけど、心の強さであったりが素敵な方でもあります。で女性の場合は基本開放で撮影することが多いです。女性の場合あの少し柔らかい描写の方が雰囲気が出るかなと思っていて、あと撮影する環境天気なんですが、柔らかさを出す場合であれば特殊なフィルターやライティングを行わない前提で、あ前例というかまあなければあの曇りとか雨の日がいいかなと思ってます。快晴の場合あの光の明暗あとはコントラストが強すぎて全体的にこう均等に光が回らないので、肌の階調が乏しくなったりとか、まあ、極端になってしまったりということがあります。でこの写真を撮った時は、まあ、あの曇りのだったんですけど、あの柔らかい空気感を出すためレンズに、まあ、サランラップなんかも巻いたりしても撮影しました。ここまではあの屋外での撮影を前提としていますが、あの屋内撮影の場合は、まあ、F 値は絞ったりします。でこちらはあの以前東京青山のスタジオで撮影させていただいた花王さんです。インスタでフォローさせていただいている方の作品を見てお声させていただいて、まあ、お会いしたんですが、まあ、こう本当に撮影のイメージが湧くような世界観だったりとか、あとこう多彩な表情っていうのがすごく作れるスキルがある方で、本当に素晴らしいモデルさんだったなと思います。スタジオライティングのような、まあ、光を自由に操作できる環境であれば F5.68 などに設定します。これはあのスタジオライティングの結構一般的な基本でもあるんですが、モデルさんに確実にピントが合うことを、まあ、基本としていて、で柔らかさっていうのは、まあ、ライティングのディフューザーであったりアンブレラソフトボックスなんかで調整します。屋外と違って屋内ライティングは光をコントロールして表現を作り込める分、特別な表現意図がない限りカメラ側の設定っていうのは変えたりしないことが多いです。次にシルエット写真について、これはまあこの動画での推し撮影方法なんですが、あのシルエット写真については基本 F11 以上とか絞り気味で撮影します。そもそもまあ逆効果であの光が強い前提っていうのもあるんですが、まあ、人をシルエットにしてこう抽象化するので背景になる景色っていうのはどちらかというとこうパキッとしたあのメリハリがついた方が印象的になるかなと思って、そういうふうな撮影の仕方をしています。でこのテーマについては、まあ、実はまあ推しというだけに以前2本も動画を上げていますので、まあ、よかったらご覧になっていただければ嬉しいです。で最後にあの夜の撮影ですね。夜の撮影では、まあ、その時の場所 その光の状況とかによっても異なるかなと思うんですが、まあ、開放で撮影することが多いかなと思います。まあ、明日は手持ちを結構前提にするかともあるんですが、
ただ夜景でまあ三脚を使用する場合はまあアイスをできるだけ下げて F8 とか F16 とか、まあ、本当にその絞ったりするっていうこともいいと思います。手持ちの場合はまあアイソコの感度をどこまで上げるかっていうのもあるんですが、まあ、思ったようにこう撮影できないということが多いと思っていて、なのでもうあえてイメージだけ膨らませておいて、その後々のレタッチを前提にかなりアンダーに撮影しておくとか、もしくはあのライトルームであのノイズ修正っていうのが後でできるので、まあ、それを前提にアイスをかなり上げて実際撮りたい状況を作って撮影するかとかでもいいかなとは、まあ、思ってます。まあ、であと例外かって言ったら例外じゃないけどするんですけど、ストリートであの撮影するときに夜の街でこう光合あのウニウニなんですけど、ウニウニを撮りたいってなった時はこれってあの F 値ってかなり絞る必要があって、この写真は F 値までしか F8 まで絞ってます。であのただこれをするとシャッタースピードっていうのはまあ確実に確保できないので、この写真を撮った時はカメラをまあ地面に置いて、でそこから Wi-Fi でつないでシャッターはスマホで切るっていうことをします。冒頭もお話ししたんですが、基本的に撮影表現は撮る人の意図で決めるので、まあ、正解はないかなと思ってます。一般的にポートレートもそれなりに絞り込むことはあのモデルさんにそれピントを外さないっていうことがまあ絶対条件になってるからなんですけど、ただまあ自分はまあ本当ストリートとかではまあこんな感じで、まあ、あえてを、まあ、これに関しては顔も半分も映ってないっていうポートレートのことかもです。もう外しに行くっていう撮影もしたりするので、まあ、何を表現したいかで自由な発想で楽しんでみたらいいのかなと思ってます。次にこれまでの補足として F 値シャッタースピードの関係について学校の授業的な解説もしておこうと思います。まあ、頑張っていろいろこう資料も実は作りまして、引き続き本当お教えいただければ嬉しいです。前提として同じ時間同じ場所で、あとは周囲の光の環境、まあ、ISO 感度も同じっていうことにすると、まあ、それに対してまあくまでこう適正露出基準に考えた場合、 F 値とシャッタースピードの関係っていうのはこんな感じです。 F 値が小さければ小さいほど中心の目っていうのがまあ大きくなって、そのためまあ光を多く取り込める。ただ開いてる時なので光が入ってくる時間っていうのもあの少なくて済みますっていうところ。ただ逆にあの F 値が大きい数字の時っていうのは目をあまり開いていないので、目を大きく開いている時より、まあ、もちろん光を取り込めない。なので目を開いている時間を長くしましょうと、そうすることで光を取り込みますっていう関係になっています。あと F 値の数字が大きい時と小さい時では撮影した写真の描写っていうのが異なっています。その違いの出る理由っていうのが被写界深度です。難しそうなまあ言葉なんですけど、まあ、簡単に言うとカメラで同じ位置にピントを合わせた時のピントが合う前後の、まあ、距離に差が出てきます。まあ、F 値が小さい時っていうのは被写体、まあ、これ今これ被写体ってことにするんですけど、被写体に対して、前後のピントが合う位置がまあこのくらいだとしたら、例えば、まあ、それが F16 まで行くと、まあ、もうちょっとこう広がるってイメージなんですけど、でざっくりまあこの辺の絵でちょっと見た方がいいかなと思うんですけど、 F2.8 の場合は、まあ、カメラ側からあのこのロゴの部分と草までの、まあ、とこにピントが合っていて、 F16 まで絞ると、まあ、前側にあるこの猫くんと、まあ、後ろ側の、 この鳥さんまでが、まあ、ピントが合うことになります。この絵のようにあの被写界深度はあるピントに合わせた時、前面より後面側の方がピントが合うようになっています。先ほどまあ風景写真であの前側から3分の1の位置にマニュアルフォーカスでピントを合わせましょうって言ったのは、まあこの辺が理由でもあります。であとこれはまあ余談なんですけど、 F 値ではないんですが、あの焦点距離が例えば 200mm とか 50mm を基準とした時に長い方がボケやすくなります。仮に F 値が同じでも焦点距離 50mm、200mm のレンズで同じ被写体を同じ大きさになるように、まあ、調整して撮影した場合は 200mm のレンズで撮影した被写体の方がボケ感は強くなります。そのためカメラのセンサーサイズでもフルサイズの 50mm の焦点距離と、まあ、同じ範囲を撮影する場合っていうのは、あの換算値で APS-C は、まあ、35mm、 マイクロフォーサーズは 25mm の半分でレンズを使う必要があるんですけど、そのため、まあ、焦点距離の長いフルサイズの方がボケ味が強いってことになります。逆にシビアにこうピントを全体に合わせたいのであれば、あの焦点距離の短いマイクロフォーサーズセンサーの方が、まあ、小さい縁でもピントが合いやすいっていうところになってます。よくあのフルサイズとかが、
ポートレートでボケ見が美しいとか言われてるのは、まあ、この辺が理由でもあるかなと思います。はい、今回は撮影における F 値の決め方と基本の F 値の考え方についてお話しさせていただきました。次回後編はストリートスナップでも使われるパンフォーカスというファインダーやアイメイク賞も使わないで景色や被写体だけを見て撮影する方法についてお話ししていきます。まあ、実はこれを作るためにこの前編があったっていうのが実はなんですけど、なのでぜひ次回もご視聴いただけたら嬉しいです。このチャンネルでは写真撮影やカメラ機材などについていろいろ発信しておりますので、まあ、あとはこの動画が役立ったと感じていただけたらグッドボタンを、できればチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。まあ、駆け足でちょっとお話ししてしまいましたので、分かりつかなかった点や不明点、質問、クレームについては、まあ、ほどほどでコメントなどいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。